ってきた、冷たい。で、こう入っていきます。反対か、左足、はい、まず冷たい、こう入ります。で、こう大丈夫か、大丈夫か、ちょっと横すぎて。相手の両手取りを正面で受けます。受けます。で、さっきやったように横に動くんですけども、その時に自分の体の中心にあったこのバランス、これ崩せない。そうすると相手上がっていきますから、でそのまま回す。最後、片目はもうこんな、何でもいいです。ここの脇腹が伸びるように、肘のところを優しく、あまりギュッとしないでくださいね。肘のところをふーっと伸ばします。痛い。お大事なことは、体の中心にある相手の力をずらさないで、体の中心に持ったまま相手と並ぶことです。はい、体の中心で相手の肩を詰めました。このバランスを崩さないまま相手の横に並んでください。いいですか。こうすると相手浮いてますから、でそこで軽くこの小指をこの手にかけてもいいでしょう。で、前に抜いていきます。大丈夫か。はい、やってみましょう。その時にね、大事なことなんですけど、もうすでにこの体の真ん中からこうやって、逸脱してるんですけど、踊りましょう。難しいんですけど、真ん中でされる意識はあったんですけど、攻めたら、ここを、相手がしんどいところでずっと持ってたんですけど、バランスをこう崩す、これが少し先、こうなんですね。ここも楽。おぉ。それはというか、回ることに気が取られています。さっきも言ったように、相手を攻める意識がない。痛くなるから、怖いから、ちょっと攻める意識がない。ちょっとこれを、これ、もう次ですね。これを、人を引く。そう。そのまま横に並びましょう。おー、ご経験いいですよ。そして、振りかぶって、ここが一番大事だね。これが一番大事だね。ここが読んでるんだよ。